それでは今回は病気にならない生き方若返り編について解説していきます。誰もがいつまでも若々しくいたいです。僕もそう思います。老けたくないです。あなたも老けたくないですよね。この本で書かれている若返り法はオペも医薬品も美容器具も一切必要ないです。ただでできます。最高にいいです。しかも今すぐに実践できるものばかりです。この本の若返り法の最大の特徴は体と心の両方に働きかけることです。体見た目も若くなって心も学生のように若返ることができます。どんなに体にいいことをしても心が老け込んでいたら若々しさは消していられません。同じようにどんなに心が若くても不健康だと体は確実に老化していきます。なぜ同じ年齢なのに若く見える人と老けて見える人がいるのか。若さの最大のポイントは肌、老ける食べ物2つ、若返るために気をつける3つのこと、最強のアンチエイジング法、お茶は水にカウントしてはいけない、目標をお金ではなく成長や愛にする、しっかりと解説していきます。肌を見れば腸の年齢も分かります。実年齢よりも老けて見える人は腸が良くないです。逆に若く見える人は腸が綺麗です。若く見える人と老けて見える人は何が違うのか。肌、皮膚が違います。肌が綺麗な人は若く見えます。あなたの周りにいる若く見える人もきっと肌が綺麗なはずです。僕たちが人を見て若いと判断する最大のポイントが皮膚です。では肌を綺麗にするには何をしたらいいのか。大事なのは食生活、睡眠、運動、メンタル面です。しかしここでは見逃しやすい便秘の話をします。便秘状態が続くとニキビや肌荒れなどの肌のトラブルが起きます。なぜ便秘をすると肌のトラブルが起きるのか。腸は食べ物を消化吸収してくれる器官のことです。腸が健康であれば必要な栄養はきちんと吸収されて、不必要な食べ物のカスや毒素っていうのは便として排出されます。しかし便秘だと毒素の排出がきちんとできなくなります。その結果腸内に溜まった毒素は全身をめぐって皮膚にダメージを与えて肌のトラブルとなります。つまり便秘によって起きる肌のトラブルの原因は腸内に溜まった毒素ってことです。今肌が荒れている方は腸内環境が良くないケースが多いです。ではどうしたら便秘を解消できるのか。7つの健康法を実践することが大事です。その7つとは、正しい食事、良い水、正しい排泄、正しい呼吸、適度な運動、いい睡眠、笑いと幸福感です。この7つ全てを同時に行うことが本当は大切です。しかし7つ全てを一度には改善できない方はまず食事と水から改善してください。後ほど具体的に解説します。僕たちの体は口から入ってきたものを原材料にして毎日少しずつ新陳代謝することで生まれ変わっています。そのためいい生まれ変わりができるかどうかは口から入る食事と水にかかっています。これが大事です。いつまでも若々しくいたいなら腸が若々しくいられる食事と水を心がけることです。ではどのような食べ物が老けていくのか、老化を防ぐのか。まずここでは老化を進める食べ物2つについて解説していきます。ここをしっかりと抑えてできるだけ控えるようにしてください。1つ目が酸化した食べ物です。食べ物は空気に触れている時間が長ければ長いほど酸化が進みます。古くなった食べ物や作ってから時間の経った料理は酸化が進んでいるってことです。そのため作り置きされている料理っていうのはできるだけ避けてください。特にスーパーやコンビニの弁当とかは良くないです。もし料理するときは野菜やお肉もできるだけカットしていないものを購入してください。そして食べる直前にカットすると酸化を抑えることができます。2つ目が動物食です。特に肉は老化を早める食べ物です。肉に含まれる脂肪は人間の体温ではうまく溶けることができないです。毎日焼肉とかとんかつを食べている人はどんどん老けていきます。毎日焼肉とんかつを食べている人で若く見える人はいないです。肉を食べ過ぎると血液がドロドロになります。まとめると酸化した食べ物、動物食、特に肉は老化を進めるためできるだけ控えるようにしてください。続いて若返るために気をつける3つのこと。1つ目が動物食の摂りすぎです。先ほど伝えたことです。特に太っている人は動物食をできるだけ減らしてください。どんなに多くても肉は月に1回から2回にしてください。魚は週に2回にしてください。できるだけタンパク質は豆類、豆腐、納豆などを摂ってください。植物性タンパク質を意識的に摂るようにしてください。腸を改善するためには白米ではなくて玄米をメインにしてください。そして野菜、海藻、果物をしっかりと摂ることです。この方法を実践することによって内臓脂肪が減少して3ヶ月
月から半年ほどで腸は見違えるほど良くなります。2つ目はアルコールの飲みすぎです。血行を悪化させます。また脱水症状になります。1日 1,2 杯を限度にしてください。3つ目はタバコです。直接血管にダメージを与えるためタバコは控えることをお勧めします。続いて最強のアンチエイジング法。最強のアンチエイジング法はどんな化粧水よりも水を飲むことです。僕たち人間の体の約 60% から 70% は水分でできています。水分は赤ちゃんの時で体重の 70% から 80%、 60歳を過ぎると 40% 以下になります。人間の体っていうのは水分の割合が多ければ多いほど若く見えるってことです。年を取るごとに水分の率っていうのは減っていきます。水分不足っていうのは老けるってことです。あなたに意識していただきたいのは、水が食事以上に若く見えるのか老けて見えるのかに大きな影響力を持っているってことです。まずは十分な水を体に与えることが大事です。体は常に水を欲しがっています。喉が渇いた時に飲むのはもう遅いです。気をつけてください。多くの人が喉が渇いたら水を飲みます。でもこれよりももっと早く飲むことが大事です。僕たちが喉を渇いたと感じるのは体が水不足という最後の警告をしているからです。ではどれだけ飲むといいのか。成人が1日に必要な水の量は 1.5 リットルから2リットルです。もし1日に1リットルしか飲んでないなら 30% から 50% の水が不足しているってことです。僕たちの体は生命の維持に重要な部分に優先的に水を配分していきます。そのため 30% 水が不足するってことは下位 30% の細胞が水を一切もらえない状態になるってことです。そして水不足の状態が続くと細胞は正常な新陳代謝ができなくなってきちんと働かなくなります。そうなるとどうなるか。毒素を排泄できずがん細胞に変化する危険もあります。水不足が進行するとがんのリスクも上がってどんどん老け込んでいきます。続いてお茶は水にカウントしてはいけないって話をします。絶対に知っていただきたいことがあります。それは水と水分は別物ってことです。コーヒーやお茶、ジュースなどの飲み物は水ではなくて水分です。水にカウントしないでください。これを踏まえた上であなたは毎日どのくらい水を飲んでいますか。 1.5 リットルから2リットルしっかりと飲んでますか。飲まないと老けます。飲んでいると若く見えます。意外と水を飲んでいない人が多いです。お茶やジュース、コーヒーで水を飲んだ気になっている人が多いです。全く水を飲まずジュースばっか飲んでいる人は例外なく体が脱水して細胞の老化が進んでいます。ジュース、お茶、コーヒーなどの水以外のものはいくら飲んでも細胞の渇きを癒すことはできない。そう考えてください。お茶やコーヒーっていうのは確かに水分を含んでいますけど同時に多くの化学物質を含んでいます。コーヒーにはだいたい27種類くらい、お茶には約25種類の自然の化学物質が含まれています。ちゃんと水を飲むことが大事です。ではいつ水を飲めばいいのか。1日に3回、朝昼夕方など決まった時間に水を飲むのがおすすめです。例えば朝起きたら500から 750ml を飲む。次にランチの1時間前に500から 750ml を飲む。最後は夜ご飯の1時間前に500から 750ml 飲む。これだけで 1.5 リットルから2リットルの水を取ることができます。一度にまとめて飲めないという人は1回 300ml から始めて徐々に増やしていくといいです。もちろん 500ml の水を自由に飲んでもいいです。最後は目標はお金ではなく成長や愛にするって話をします。人生を豊かにするには目標設定が大切です。いくら健康的な食生活、水を飲んだとしても心が老けていると若く見られることはないです。しっかりと目標を持つことが大事です。あなたにはどんな目標がありますか。お金ですか、地位ですか。それよりもおすすめの目標は永遠に尽きることのない自己成長や社会貢献、愛だったり思いやりを目標にすることです。それを目標にするとやる気が落ちることがないです。目標がなくなると人っていうのは老けていきます。例えば大統領が任期を終えた後急に老け込んでいくのは目標達成とともにモチベーションが失われてしまうからです。実際多くのサラリーマンが定年を迎えた時に老け込むのも同じです。でも大統領を支えていたのがより多くの人の幸せに貢献したいといった愛であればたとえ仕事を辞めた後でも自分のできる範囲で新たな活動を積極的に行います。あなたもお金とか地位という達成できるものではなくて永遠に尽きることのない自己成長や社会貢献、愛とか思いやりなどの目標設定をしてほしいと思います。それではまとめいきます。若く見える人と老けて
見える人、何が違うのか。肌、皮膚が違います。あなたが若く見られたいのであれば、肌をきれいにすることです。食生活、睡眠、運動、メンタル面が特に影響します。便秘の方は気をつけてください。便秘になると肌荒れになります。便秘を改善するためには食生活の改善がポイントです。続いて、老ける食べ物2つ。きれいな腸を作るには7つの健康法を実践してください。正しい食事、いい水、正しい排泄、正しい呼吸、適度な運動、いい睡眠、笑いと幸福感です。7つ全て行うことが大切ですけど、いきなりできない方はまず食事と水から改善してください。そしてできるだけ控えた方がいい老化を進める食べ物は2つです。1つ目が酸化した食べ物です。食べ物は空気に触れている時間が長ければ長いほど酸化が進みます。特にスーパーやコンビニの弁当など作り置きされているものは良くないです。2つ目が動物食です。特に肉は老化を早める食べ物です。続いて、若返るために気をつける3つのこと。1つ目、動物食の摂りすぎ、アルコールの飲みすぎ、タバコです。続いて、最強のアンチエイジング法は水です。僕たちの体っていうのは水でできています。水が食事以上に大きな影響力を持っていることを深く自覚することです。まずは十分な水を体に与えてあげることです。喉が渇いたから飲むではもう遅いです。喉が渇いていると僕たちが感じるのは体が水不足という最後の警告をしているからです。では1日にどれぐらい飲めばいいのか。1リットルから2リットルです。続いて、お茶は水にカウントしてはいけない。水と水分っていうのは全然違います。コーヒー、お茶、ジュースなど飲み物は水ではなくて水分です。水にカウントしてはいけないです。あなたは毎日どのくらいの水を飲んでいますか。1日に3回、朝、昼、夕方など決まった時間に水を飲むのがおすすめです。1日に 1.5 リットルから2リットルの水を必ず飲むようにしてください。それをすることで一気に若返ることができます。最後は、目標をお金ではなく成長や愛にする、人生を豊かにする、若々しくいるためには目標設定が大切です。目標をお金とか地位ではなくて、それよりも自己成長や社会貢献、思いやりなど永遠に尽きることのないものにしてください。一生叶わない、没頭し続けることができる目標設定ができると若々しくいることができます。この本を読んで思ったのは、病気を治療することっていうのはもちろん大切なことなんですけど、病気にならないように今のうちから予防する、その方が大切だと思います。今のうちから予防医学の考え方を持つことです。あなたが健康であるかどうか、若々しくいられるかどうかは、食生活と水があなたに大きな影響を及ぼします。今すぐに1個ずつ改善することが大事です。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。